八そば駅は、香川県境出市西の省庁にある、四国旅客鉄道予算線の駅。駅番号は、Y07。普通列車以外は通過となるため、瀬戸大橋線系統の列車は停車しない。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅で、無人駅である。かつてはホームが1両分しかなく、国鉄時代は、仮乗工場同然の扱いで普通列車もほとんど、 通過していた。下りホームは枕木を積み重ねただけだった。さぬき府中駅とともに、1日上下1本ずつしか停車しない駅として紹介されたこともあり、特に同じくほとんど停車列車のなかった矢蕎猿岸大屋は1980年頃までの時刻では近距離であるにもかかわらず当日のうちに到達することは不可能だった。JR 化直前の電化完成後は、 停車列車が増え、ホーム延伸で2両分になったが、進行方向は遠寄りの2両のみ、ドア開閉し、前寄りの1、2両が、締め切り扱いだった。現在は4両分となっている。1両ホームを拡張した上りホーム1日平均の乗車人員は、以下の通り。日本国有鉄道工事第11号、官報1952年1月22日、JR 四国での愛国家。 サービス開始日が決定。四国旅客鉄道、西日本旅客鉄道、オリジナルの2014年2月25日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.20140225025333/.http://www.jr-sheikoku.co.jp/.03 ニュースプレス14から01から 27-01HTM2020 年12月21日閲覧 1982年11月15日改正ダイヤによれば、当時あたり駅に停車する列車は、下りは高松発松山駅普通列車の7時53分発、上りは琴平発高松駅普通列車の17時22分発のみ。AB 小学館、コロタン文庫36国鉄駅名全百カピー300。1982年11月15日改正ダイヤによれば、 八そば駅に停車する、下がり松山駅普通列車は、さぬきしおやを通過するが、さぬきしおやに停車する列車は 135D よりも32分前に、高松を発車する普通列車、琴平駅で、この列車は、八そばを通過する。非電化時代の軌動車に比べ、機動性の高い電車の導入により生まれた、余裕自分を停車に振り向けた。同様な駅に、郊西駅、 佐ヌキ府中駅、佐ヌキ塩屋駅がある。これらの駅を当時の国鉄部内では電車駅と呼ぶ向きもあったという。音楽館のシミュレーターソフトトレインシミュレーター JR 四国1はホームの延長工事をしている時期に撮影がされたため延長工事の様子がよくわかるある意味貴重な映像とも言える。令和2年版香川県統計年間11運輸。 通信2021年4月14日閲覧。ありがとうございます。